人でなきゃ、あの子よりも人気でいなきゃ。リーダーという立場が豚さんを孤独に追い込んでいました。自分の気持ちが疲れてしまっていることにも気づかないのか、3年間必死で走り続けました。頑張って頑張ったのに失敗することが怖かったのです。失うことが怖かったのです。
思い出を、辛かったこと、悲しいことばかりにしてしまっていたけど、みんなが楽しそうに踊っているのを見て、楽しかったこともきちんと思い出しました。今までやってきたことは間違ってなかったと自信を持てるようになりました。3人は1ヶ月に2、3回ライブをやるようになりました。ちょっとずつちょっとずつだけど噂が広がっていって、3人のバンドはちょっとずつちょっとずつだけど有名になっていきました。そんなある日、うさんくさいカバさんが3人を訪ねてきました。君たちのライブ見せてもらったよ。実に素晴らしい。今度のライブで600人お客さんを集められたら、武道館に立たせてあげよう。3匹は驚きました。ワクワクしました。だけど集められなかったら解散だ。600人も集められないなんてビジネス的に見て全然価値がないからね。どう？僕と勝負してみない？3人は悩みました。まだちょっとしか活動はしてないけど、みんなと一緒に作ってきたこの空間を自分たちのわがままで壊していいものか、世の中こんなうまい話があったか、たくさんたくさん話し合って、たくさんたくさん悩みました。やっぱり